皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で、台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーは映画007シリーズの映画チラシ特集の本日で3枚目になりますね。よろしくお願いします。はい、ご紹介する作品は、007シリーズ第2作、ロシアより愛を込めて、日本初公開時のタイトルは007危機一発ですね。1964年公開のはずですね。ですから今からもう59年前ということで、もうおよそ60年と。で、こちらにあるのがですね、60年前の、まあ、チラシということになるんですけども、ここでですね、まあ、レコードにお詳しい方ですね、それから映画チラシにお詳しい方でいうとですね、はてこれは何だろうと、もしくはサムネイル見られてね、これは何だと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけども、その点をちょっとね、一緒に見ていただけたらな。この真相をご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。どういうことかと。私はこれをチラシと思ってるんです。映画チラシと思ってます。で、どういうことか。ね。でもですね、まあ、ちょっとね、中身のことはまた後で言いますけど、まずこれがチラシ、どういうことって話なんですけど、ここにね、サウンドトラック版とか書いてるんですね。で、なんとかのテーマ曲とか書いてますし、作曲ね、歌は誰とかね、楽団がとかありますよね。でここに至っては東芝音楽工業株式会社オデオンレコードになってますから、レコードのジャケットじゃないかと、裏面もレコードのその収録曲の説明が書いてるんじゃないかって話なんですけど、実はですね、まあ、確かにこれにもレコードがついてたんですよ。当然中古で私は買いましたけどね、その後ね。はい、でこれを見てほしいんですが、全く同じじゃないかと。こちらはですね、私の父がその当時、60年前ですねに、買っていたレコードなんですね。これにもレコードがついています。レコードのつまりジャケットということですね。で中身はもう全く一緒なんです。全く一緒。何が違うかといえば、トータルすればちょっとこう色合いが違いますね。色合いがね、今回ご紹介するのは右側なんですけど、ちょっとこう黄色みがかってますね。ここを見ていただくとより分かりやすいかもしれませんね。ここなんですけども、はい、ここですね。ご紹介するのが、今入れ替わりましたけども、左側のが今回ご紹介するものなんですけど、印刷の感じが違いますよね。だまあ紙質の違いと言った方がいいのかもしれないんですけど、でね、まあ、それはまあたまたまかもしれませんけども、明らかに違うところがあるんです。それはどこかというとですね、ここなんですね。いつも通りね、もう編集ないのでガサゴサやってますけどですね、お付き合いいただくとしまして、ここです。じゃじゃんとはい、この下の方、こちらがご紹介する方ですね、今回ね。でここに OR で -1057 とありますね。同じことが書かれているんですけども、下の方は真ん中、まあ、ハイフンがあるであろう部分がこう黒塗りされてるんですね。こう私がやったんじゃないんですよ。で、まあでもさらにですね、印刷もなんか違う感じですよね。ここに縦棒なんてないですよね。なんか白い縦棒があって、真ん中にも棒があってみたいな感じになってるんですけど、ハイフンではなさそうなんですけどね。まあ何しかその、ここをですね、黒塗りしているわけですね。あとですね、同じく、ここも、黒塗りしてます。ね。というようなことで、この真相は一体何なんだろうなということで、いろいろ調べたところですね、1960年代は、そもそもこのレコードジャケットと映画チラシというのが、流用されてることが多かった。確かに60年代はね、この正方形のジャケットが多いんですよ。パッと見にはレコードのジャケットでしょっていうのが、実は映画館のチラシだったというものが多いんです。で、このわざわざ型番、商品番号を、商品の型番といいますか、それを真ん中をこう黒塗りしてる方は、映画チラシとして流通していたものだというふうに、聞いたことがあるんですね。
で、そこの真相は分かんないんですよ。私としては、おそらくそうなんだろうなと。まあ、その意見を、あちらこちらから聞いたんで、聞いたし、調べたら出てきたんで、まあ、可能性としてはあるんじゃないかなと思ってます。この真相をご存知の方いらっしゃいましたらということで、もしあれば教えていただきたいんですが、まあ、私は一応チラシと踏んでるので、これをチラシとして今回カウントしました。はい。で、ですね、まあ、これがその、まあ、チラシではなかったと仮にしてもですね、60年前に、販売、もしくは配布されていたものでことある間違いないですし、中身の文言もそうなんですね。はい。まあ、そう思って見ていただけたらな、ということになります。はい。ちょっとね、前置きが長かったんですけども、なんてかなと思われる方もいらっしゃると思うんでね。はい。というわけで、まあ、そんな話なんですね。うん。で、まあ、実は他にもね、そういったものがあるんで、またそれもね、ご紹介したいと思いますけどもね。はい。で、こちらですけども、こちらは、007シリーズ第2作ですね。日本初公開時のタイトルがこちらなんですね。007危機一髪というタイトルになってます。で、これもよく四文字熟語のテストをすると間違うことが多いんですけど、危機一髪というのを初はですね、本当はもう、髪の毛の細さほどのもう危うさだったっていうね、意味かと思うんですけども、毛髪の髪という字なんですね。はい。髪の毛のね、髪という字。じゃあこれ、ミスプリントで誤色じゃないかというふうになるかもしれませんけど、そうではなくて、確か私の記憶では、当時その宣伝部にいらっしゃった、この作品のね、宣伝部にいらっしゃった、水野晴郎さんがタイトルをつけられたと聞いたことがあるんですけども、まあ、アクションもの、スパイものということで、紙ではなくて弾丸の発を表すこの一発と、ですね、いうことにわざと変えて危機一髪としたっていうことなんですね。またこれがまたおしゃれなわけですけどもね。はい。という作品で、まあ、この作品はですね、007シリーズの中でも本当に屈指の作品というふうに評価が高くて、現在25作目まで作られましたかね。ダニエル・クレイグさんが、まあ、言えば優秀の美を終えられた。その最後の25作目まで通してもですね、シリーズ最高傑作と言われることが多いのがこのシリーズ2作目なんですね。で、と同時に007のこのスパイの非情さとかリアルさとか、ということをの頂点にあるのがまずこれも一つかな。3作目のゴールドフィンガーからはもう娯楽巨編になっていくので、私の中ではですよ、娯楽巨編になっていき、それはそれで、別でも言ったことあるんですけども、このイオンプロというプロダクションの、守りの姿勢に入らず攻めの姿勢っていうところは好きなんで、それはそれでいいんですけども、リアリティ、そして、このサスペンスフルっていうんでしょうかね。というところは、このやっぱり2作目が頂点かな。で、最近になってダニエル・クレイグ版でそのあたりが、改めて、リアリティというところが一つ描かれるようにもなってるのかな。というと、まあ、ファンタジーですから、そういう要素も残しながらですけどね。はい。という作品かなと。あとはもうね、もう上げ出したら何拍子あるんだっていうぐらいの作品なんですよ。ショーン・コネリーね。ショーン・コネリーがですね、まあ、この時30、まだ2、3歳ですよ。ね。そして、ボンドガールで、このオーディション、撮って、この作品が確かデビュー作ぐらいの人なんですよ。ダニエラ・ビアンキさん。もうこの人も20代前半、もう1、2じゃないかなと思うんですけども、そこのこのね、2人のラブシーンなんてもうとてもじゃないけども、大人っぽくて大人っぽくて。うん、もう信じられないですよ。その大人っぽさぶりはね。はい。そしてあとは、音楽ですね。音楽がまた素晴らしいですね。主題歌を歌われたマット・モンローさん。この方は、他にも私の大好きなサラバベルリンの日とかですね。それからシー・ウルフ、それから、モア、野生のエルザ、ね、とうとうの、ミニミニ大作戦などの映画作品も数多く歌われまして、声質で言うとね、フランク・シナトラさん似てるんですけど、よりこう、私はこの人の方がこう甘く声が聞こえますね。はい。そして、曲もですね、まあ、
この007のテーマって出てきますけども、このね、上のロシアへ愛を込めて、これがね、もうこの曲の素晴らしいところで、ライオネル・バートという方が作曲するわけですけども、本当にこう、この映画のオリエンタルブーム、ごめんなさい、オリエンタルムードにぴったしの曲ですね。オリエンタル、オリエンタル、オリエンタルモード、ムードと言いましたけども、オリエント急行が出てきたり、ベネチアが出てきたり、本当にこう、イスタンブールがね、出てきたりという、もう本当にそういう場所場所にもぴったりの曲ですね。あとは、ロバート・ショーが出てきますね。オリエント急行内で、っていうことになるわけですけども、戦うわけですね。で、ロバート・ショーという方は、ね、ですね、メジャーどころで言うと、やっぱりジョーズでしょうか。ジョーズで、ロイ・シャイダー、リチャード・ドレイファンスと3人で、そのサメと戦うわけですね。他にも、カリブの嵐とか、それから、ブラック・サンデー、我が命尽きるとも、そしてバルジ大作戦、などの本当にこう骨太な作品が多いですね。一方で脚本家だったか、小説家だったかね、そういう文筆業にも長けた方だったんですね。若くしてね、亡くなられたのが非常に残念なんですけども、この二人が戦うっていうのはね、実はね、この後にもあるんですよ。ショーン・コネリーがオードリー・ヘプバーンと共演したロビンとマリアンという作品がありまして、その中で、まあ、もう年をね、重ねた2人がね、もう一度戦うんですね。もうそのシーンはね、この007好きからしたらね、わーっていうシーンですよ。はい。で、あとはまあ解説でいくとこんな感じになるんですけども、ちょっとピントが合いますかね。007とは、まあ、このことはまだ007ですね、とは何か今更ご説明する必要もないほど今や有名になった英国情報部員ジェームズ・ボンドの登録番号である。番号に00がついているのは、情報活動中に殺人を行いうる特権を持つ最優秀の探偵で、ジェームズ・ボンドは英国のピカイチ探偵なのだ。ジェームズ・ボンド生みの親、イギリスの探偵作家イアン・フレミングは一昨年日本にも取材旅行に来日し、いずれ日本の忍者とボンドの一騎打ちが見られるかもしれない。本当に見られたんですね。シリーズ5作目となります007、007は2度死ぬで、ショーン・ゴネリー扮するボンドは戦うわけですね。さて、英国には珍しい行動的でいささかプレイボーイで頭の回転も素早いジェームズ・ボンドが、現代の青年層の人気をつかみ、日本でも数多く翻訳出版されている。さらに前作、007は殺しの番号、ドクター・ノーが映画化されるや世界的なヒットとなり、本の売れ行きも急上昇してしまった。制作会社イオンプラは直ちにシリーズのロシアより愛を込めて、ゴールドフィンガー・サンダーボル作戦の映画化を発表したですね。はい。で、あと、そうですね、この方、ボンドの、まあ、相棒になる、ケリン・ベイという役をするんですけど、ペドロ・アルメンダリスさんという方ですね。この方は撮影後ですね、まあ、ガンを苦に自殺してしまうんですけども、とですね、この方の息子さんかなが、15作目ですかね、なる、007、消されたライセンス、ティモシー・ダルトンがボンド役の作品で、出演していますね。それから、ここにダニエラ・ビアンキさん書いてますね。多くの候補者を退けてって書いてますけども、まあ、採用されたということですね。あと、この締めのところが面白いですね。なお、第3作はゴールドフィンガーが予定されているですね。はい。あとはですね、裏面は、やっぱレコードのジャケットという、まあ、併用ですので、そのマット・モンローのことが書かれていたりするんですけども、こうまた面白くて、まあ、とにかくこのマット・モンローさんの歌はロシアより愛を込めても爆発的にヒットしたわけです。もう今、この60年経っても、その歌は素晴らしいと言われているわけですけども、このロシアより愛を込めては、彼の持ち味と映画の雰囲気がピタリと一致して、クリーンヒットとなりそうですとですね。もうなったんですよね。はい。まあそういうようなことで、ね、非常に、まあ歴史を感じさせる文章なんですけども。でですね、真ん中に、ドカッとこうあるのはですね、物語となってるんですが、この1960年代、のチラシっていうのは恐ろしいかなですね、物語の最初から最後まで全て書いてあるんですね。
だからここまで書いても映画を見たら面白いよという自信の表れなのかですね、そのようなこと書いてる。なのでここはもう読まないです。まあ設定としましてはですね、実はこの前作の007は殺しの番号の、まあ、後日談にあたるのがこの作品なんですね。ちょっとこう続いてるんですよ。あまりそこはクローズアップされることないんですけど、一般には実は続いてまして、で、まあ、今回の話というのは、ボンドの所属する英国秘密情報部にですね、ある女性が亡命を求めてきた。でその女性は亡命をするその手土産として、ソ連の持っている、暗号解読機ですね、レクターというものを一緒に持って亡命します。いわば手土産です。それがあるから私を亡命させてくださいねと来るわけですね。しかしボンドを扮するワンダー ボンドはですね、ボンドたちがいる英国情報部はこれはきっと何か怪しい罠だと踏むわけです。だからまあお互いがそれぞれの思惑の中、その作戦を遂行しようとしていくんですが、その中にその間にといいますか、ある団体が絡んでくるわけですね。それは一体何かと。さあ一体どうなる、ボンドの運命やいかにという、まあそんな話になるわけですけども、まあね本当にもう冒頭のシーンあり、電車の列車のシーンあり、ヘリコプターのシーンあり、そして、オープニングアバンタイトルってやつですね、はい、もうあり、本当に頑張れるっていう、ご存知ですかね、この一作目ではそれがまあどう言えばいいかな、頑張れるというシーンがあって、2作目から音楽がもう定番化していくんですけども、こうボンこの銃口ですね、銃口がずっと動いていきまして、で右に行ったらこう人が歩いてくるんですね。それまあそれは一応ボンドなんですね、はい、そして、そのボンドをめがけて銃口が狙ってる。でそれに気づいたボンドが振り向いて、相手を撃つという、まあ、その一連のシーン、まあ、そこが、一つ音楽添えて固まったのがこれだったですね、うん、であとはそうですね、まあ他にも言い出したらキリはないんですけど、まあ本当にもう魅力満点の作品ですのでね、ぜひご覧になっていただけたらな。もう近年の007シリーズしか私は見てないんだという方はですね、もうぜひやっぱ見ていただきたいです。とにかく前作見ていただきたい。なんだこれはと思われる作品もきっとあると思うんですよね。でもそれは私が前から言ってるように、このイオンプロというプロダクションが守りに入らず常に攻めの姿勢でやってるというところを思っていただけたら、なるほどとも思っていただけると思いますけどね。はい、というわけで本日は第2作、ロシアより愛を込めての映画チラシだろうと思いますというものの、ご紹介でした。次回またね、2種類目のこの2作目の2種類目の映画チラシご紹介したいと思います。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。はい、それではよろしければチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。